皆様、こんばんは。みんな、大好きウォンリャス速報のお時間です。2月20日、月曜日もウォンリャスの女神、ニャス姫にお付き合いくださいね。ウォンリャス速報の後は、気になる韓国経済ニュースをピックアップするので、最後まで視聴するのよ。これは、お姉さんとの約束よ。では、最初はウォンリャス速報からね。記事のタイトルを読むわよ。韓国証券市場、ウォンリャス速報、開幕は 1296.83。1300を阻止したい肝心の無駄な抵抗。それでは、記事の突っ込みを読むわよ。韓国証券市場、先週、ウォンは1300に到達したわけだが、時間外で、なんとか1290ウォン台に戻して終わった。しかし、米国の利上げが確実視された以上、ウォン売りの流れを食い止めるのは難しい。いくら、韓銀が必死に介入しても、無駄にドルを消費するだけである。もっとも、このまま抵抗せずに、打たれ放題というのも面白くない。祭りは盛大に楽しんでこそだ。今週、ソロウォン定着となるのか。週明けから見逃せない一日となった。では、開幕から見ていこうか。スタート値は 1296.83。では、今チャート録画したチャートを貼るわよ。開幕からいきなりのピンチ。このまま1300ウォンまで落ちるのか。そんなことはさせないとばかりに換金法だ。ドーン。1299ウォンで食い止めて、また、下がりそうになったら換金法を打つ。これが何度も繰り返された。なかなか、盛大にドルで打ち合ってるようだが、全然、危険ラインから逃れることができない。頑張ってあげても、1295ウォン程度で午前が終了した。では、後半はどうか。昼から韓銀が仕掛けて、一気に1290奪還を目指す。しかし、1293ウォンで食い止められる。そして、そのまま反撃を受けて押し戻される。結果は 1294.5。5ウォン高。今日はなんとか持ちこたえたと。ツッコミは以上。今日の結果を読むわよ。2023年2月20日の韓国証券市場の結果。コスダック指数 13.27 ポイント、上昇 788.89、終わりね。総合株価指数 3.91 ポイント、上昇 2455.12、終わりね。ウォンドル相場 5.0 ウォン高 1294.5、終わりね。投資主体別売買動向。個人が935億で、買い。外国人が3120億で、売り。機関が1728億で、買い。個人と機関が買い。外国人が売りと。韓国債と社債の利回り。国庫債券1年。3.616 プラス 0.006。国庫債券3年。3.677 プラス 0.038。国庫債券5年。3.685 プラス 0.034。国庫債券10年。3.641 プラス 0.015。会社債 AA、無保証3年。4.369 プラス 0.024。会社債 BBB、無保証3年。10.797 プラス 0.035。CD91 日。3.530 プラス 0.010。CP91 日。4.100 マイナス 0.030。先週、大幅に上がった金利だが、今日も小幅に上がっている。CP は逆に下がっているが。しかも、面白いことに、国債の金利がほとんど並んでいる。これはまだまだ荒れそうだな。日経平均とトピックス。日経平均は 27,531 円94銭。プラス18円81銭。トピックスは 1999.71。プラス 7.78 ポイント。ドル円。朝の7時に 134.203。そこから徐々に下がり、
134.526 まで11時頃に下がるも、そこから反発。13時頃には 133.970 と、18時前には 134.350 と。気になるニュース。今回ニュースは、韓国のユン大統領が韓国版NASAを作りたいそうだ。とりあえず、記事を見ていこうか。韓国のユン・ソンニョル大統領が韓国版NASAを作りたいとして推進している。宇宙航空庁設立のための主体が出来上がった。従来の政府組織運営や公務員の待遇と違って報酬上限を廃止し、組織を迅速かつ柔軟に運営できるようにするのが中心的な内容だ。韓国政府は今月末の立法予告を経て、今年上半期中の国会通過を目標にしている。17日に大統領室と科学技術情報通信部に相当、下議部など関係部所省庁に相当が暫定的に確定させた。宇宙航空庁の設置及び運営に関する特別法案によると、中央行政機関として設置される宇宙航空庁は、宇宙航空関連の研究開発、政策樹立、産業育成、民軍国際協力、人材育成、宇宙関連の国民安全確保機能を担当することになる。組織は、庁長一人、次長一人、その下に、一本 V 級相当の本部長という体制で、まずは発足する。法案は、専門性に基づいた組織を立ち上げ、柔軟かつ自律的に運営しなければならないという原則を盛り込んだ。これにより、宇宙航空庁長が、本部所属のプロジェクト組織を迅速に構成、変更、解体できるようにした。政府組織の改編に数ヶ月かかるのとは違い、一週間以内に、プロジェクト組織の改編ができるように、専門性中心の柔軟な組織として構成、運営するというわけだ。下議部は、未来の公務員組織の革新モデルを提示することにも重点を置いたとコメントした。最高の専門家を迎え入れるため、国籍など各種の規制もなくし、報酬上限も廃止して、破格の年俸を予告した。特別法案では、チーム長以上のすべての補職に民間の専門家を任期制公務員として採用できるようにしている。政府組織法が 20% 以下に制限している民間人比率を適用しないことで特例を設けたのだ。ここからはジンボルトのツッコミを読むわよ。作るのは自由だが、韓国にそこまで重要な宇宙技術はあるのか。従来の政府組織運営や公務員の待遇と違って報酬上限を廃止しとかあるのが気になるよな。スカウトするときにいくらでも金を使っていいことなのか。優秀な人材を集めるために廃止のように思われるが、誰が好き好んで。すでに50年ほど遅れている韓国の宇宙技術にまともな人が集まるというんだ。ニュースは以上ね。韓国版NASAを作るのは自由だけど、まともにロケットも打ち上げてないのに時期尚早だと思うわ。実績も何もないのに組織だけ大きくしたところで、ポッケ内が横行するだけよ。しかも、よくわからない改革までしようとしてるし。といったところで、今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。明日のウォンニャス速報をお楽しみにね。そうそう。チャンネル登録もよろしく。ニャス姫。お姉さんとの約束よ。それでは次回。バイバイ。